今日は久々に What's in my pen case をやりたいと思います。テストが終わってから一切中身を出しておりません。ということで、まあテスト期間中の What's in my pen case っていう風な感じでやっていこうと思います。まずペンケースはですね、前に What's in my pen case やった時から変わってないんですけど、ヒネモっていうところのワイドオープンペンポーチだっけな、そんな感じの名前のものを使ってて、もう結構使ってるんだよ、黒ずんできちゃったりしてるんですけど、まあ相変わらず使いやすくて、見た感じなんかそんなパンパンに見えないと思うんですけど、でも本当に入るんですよ。商品名にもなってる通りマジでワイドオープンなので、どっか行っちゃったとかってことがなくてすぐ探せるのに、見た目が結構スタイリッシュっていうのがお気に入りのポイントです。ここがね、チャックの端っこのところがこう閉じることもできるし、ペラペラにしとくこともできて、これ何がいいかっていうと、私バッグの中身が本当に汚くて整理整頓ができないんですけど、そういう時でもここをねピロピロにしとけば、バッグの中でここ探せばいいだけなのですぐ取ることができるんですよ。それも本当にお気に入りです。コメントとか DM でもよくお揃いにしましたっていうメッセージをいただけるので、まあ、これは私のおかげで人気商品になっていると思いますね。では中身、めちゃめちゃ汚いですがこんな感じです。本当に汚い、多分ねゴミとか入ってると思います。じゃあまずはシャーペン系からいきます。これはずっと愛用してるやつですね、レックスグリップの 0.3 ミリです。これは100円ぐらいで買えるやつですね。私は安いシャーペンとすごく相性が良くて、なんかもう必要最低限でいいんですよ。で、私左利きなんですけど、左利きってで、こう世の中の文房具にあんまり合わなくて、文房具が多分右利きを想定して作られてるからだと思うんですけど、すぐね壊れます。ボールペンとかも突然ボールが回らなくなったりするんですよ、左利きはね。シャーペンもなんかすごい高機能なものを選んでもそれ自体が機能しないっていうことがあるので、もう必要最低限でいいということでこれは愛用してます。これはなんか私に合ってるのかわかんないですけど、すごい字が上手に書けるのでずっと愛用してます。5年ぐらい入ってる、1年に20円です。これはで高機能なシャーペンはちょっと向かないって言ったんですけど、実は高機能なものもあります。じゃーん、クルトガアドバンスのこれも 0.3 ミリです。でこれ色がね珍しいんですけど、先月ぐらいかな、限定色で大学の売店に置いてあったのでこれを買ってみました。500円もしてね、いつも100円に慣れてる私からするとお高いなと思ったんですけど買いました。なんかくすみカラー限定色みたいな感じで、ピスタチオみたいな色とか淡い感じの色があったんですけど、私は茶色を選びました。髪の相性によってはクルトガにならない時があって、多分左利きのせいだと思うんですけど、まあでもこれもよく最近使ってます。シャーペンはこの2本しか入ってなくて、これも珍しい方ですね。私はいつもシャーペンを筆箱に入れてなくて、ボールペンというかその消せないペンしか使わないタイプなんですけど、まあ、テスト期間は解答用紙書くのに鉛筆が必要なので入れてるという感じです。ジェットストリームのこれはここのねシルバーのとこがシャーペンで、他は4色ボールペンが入ってるものになります。これも限定色なので今は売ってないはずなんですけど、青だけどちょっと緑目のかかった色でめっちゃ気に入ってます。これは1年以上筆箱にずっと入ってて、研究の時も持ち歩いてたんですけど、研究ってやっぱり汚れることが多くて、このねお気に入りのものを汚すわけにはいかないということで、研究の時はこれの黒を使ってます。全く同じ4色入ってるやつで、それは常時販売してるので買えると思います。でこのお気に入りのカラーは勉強の時に使ってます。黒のインクが本当にすぐなくなっちゃって、テスト期間で必ず1本はインク交換するんですけど、もう今もねこれね、今回のテスト期間にインク変えたばっかなんですけど、黒だけやっぱり減っちゃうんですよね。基本私黒しか使わなくて、黒はもう多分10本ぐらいは買いました。ジェットストリームってめちゃくちゃインクの持ちが良くて、それでも結構勉強するとねインクなくなっちゃいます。これはすごいおすすめ、おすすめというかジェットストリームがおすすめ。なんかね一色だと軽すぎてこのホルダーの重心とかがないので、一色だとあんまり字が上手に書けないんですけど、4色だとちょっとずっしりして重たいので上手に書けます。これはおすすめです。サラサール
あ、サラサールじゃないか、サラサアール、これは 0.4 ミリのブルーグレーっていう色です。ブルーグレーはこれ3本目ぐらいですね。なんかこのサラサって中身、インクの中身だけ売ってるんですけど、淡い色のシリーズだけは中身だけっていうのが売ってないので、終わっちゃったらいつも丸ごと買い直してます。これも100円ぐらいかなで買います。ブルーグレーは多分このシリーズの中で一番人気っぽくて、まあどこの文房具屋さんとか本屋さん行っても結構欠品してるのがこのブルーグレーの色です。かなりね可愛い色なんですよ。紙がないね、紙がないんですけど、無印のメモ用紙、わらばんしのメモ用紙とすごい相性がいいかなって思います。これは普通のサラサの 0.4 のオレンジです。これってあの赤シーツで隠れる色なんですけど、いつもはシグナのオレンジをずっと使ってて、それをね間違えて全部捨ててしまって、でそれがねテスト超直前期だったので、慌ててこれも学校の売店で買いました。なんかサラサってインクがねめちゃくちゃドバって出ちゃうんですよ。なんで 0.4 でもね結構太く感じて、シグノはあんまりドバっていうタイプではなかったので、ちょっとね今その違いに悩んでるところです。まあでもサラサはね持ってて間違いないので、これはインク切れるまで使おうと思います。タッチペン系に行きます。これは2つとも同じ種類のやつ、 USBモビって書いてる。これはアマゾンで買えるタッチペンです。で私は基本的に授業とかは全部 iPad で受けてて、学校のその授業の資料とか教科書とかも全部 iPad に入れて一元的に管理できるようにやってるんですけど、これめちゃくちゃバッテリーが持つっていうのと、すごいね Apple Pencil より全然こう本物の紙っぽく書けるんですね。このね先っぽがザラザラしたプラスチックになってて、iPad にペーパーライクフィルムを貼るとなんかすごい摩擦の音がねかなりリアルな音に近くて、あんまり電子感がないんですよね。それが気に入って使ってます。タッチペンにしてはかなり長さが短くて、これサラサなんですけど、あんまりね普通のボールペンとかと長さがね変わらないっていうのもお気に入りのポイントです。あんまり長いとそう普段使わないようなペンの長さだったりするので、そこでねなんか狂っちゃうんですけど、これは本当にリアルなペンに近いような感じで書けます。ただこれは圧力を感知しないタイプのペンなので、 Apple Pencil とかみたいに筆圧とか分けてくれないので、まあ、ただ文字を書くときだけに使うのがいいと思います。絵を描く人とかは買わない方がいいと思いますね。 Amazon で3000円あれば絶対買えるんですけど、なんかレビュー書いたりするとクーポンがもらえて、実質的な値段で考えるとめちゃくちゃ安いです。で私はなんで2本持ってるかっていうと、1本は最初お父さんにもらいました。それまではずっとアップルペンシルしか使ってこなかったんですけど、お父さんにもらって、でめちゃくちゃいいと思って、まあ、充電するのも忘れちゃったりするので2本目を自分で買い足したっていう感じになります。 iPad で勉強する人にはみんなにお勧めしたい。ただデメリットもあって、これっててっぺんに押せるところがあって、ここをね押すと青いライトがついて、これで使えるよっていう証拠なんですけど、 iPad 側とペアリングするわけじゃないので、なんか突然なんかの表示で反応しなくなっちゃったりするので、それがちょっとデメリットですね。もう私も結構授業中に書いてたらいきなり反応しなくなる時があって、まあ、そういう時はアプリを再起動してもダメなことが多いので、まあ、本体を再起動しないとっていうのがちょっとデメリットなんですけど、ただそのデメリットを考えてもあまりにもメリットが大きすぎて、これは多分ね棺に持ってくぐらいのレベルで好きですね。これは Apple Pencil です。で私は iPad の無印とあとミニを使ってるので、この Apple Pencil は第一世代です。この上に実はシリコンのカバーをつけてます。 Acom で買ったシリコンのカバーをつけて、そうするとなんかねリアルなボールペンのこのグリップの部分にねなんか似る感じがあって、私はこの方が字を上手に書けます。であとね充電するときにアップルペンシルってキャップをね外さないといけないんですけど、このキャップねどう考えてもね私がなくすような構造をしてたので、このカバーをつけとけばこのキャップも覆ってくれるので、これ充電するときはちょっとビヨンって伸びるんで、こうやってやって、でこれね刺さ
らないといけないんですよ。めちゃくちゃ不格好なんですけど刺して、でその間キャップはねずっとここに繋がってるまんまなんで、これでなくさずに来れてます。ただこのねペンシルを使うようになってからアップルペンシルを全然使わなくなってしまって、前期の授業で使ったの多分3回もないと思うんですよね。本当にこのペンシルが全然反応しなくなった時の救世主っていう感じで、まあ、すごくいい製品ではあるんですけど、やっぱりねこう長さがね違ったりとか、あとね太すぎる、ちょっとまあ高機能なので仕方ないかもしれないんですけど、それでもねちょっと太すぎてリアルさを求めるとどうしてもこっちになっちゃうかなっていう感じです。写真ですね 0.3 の B で、これは全然理由がなくて、そのテスト前に結構シャーペンを使うようになって、で写真がないなって家を探したらこれがあったので入れてるだけです。これはもう私の相棒ですね、チェックペンアルファのブルーです。もうこれはね受験生の時からずっと使ってます。17歳とかの時から使ってるかな、なのでもう6年ぐらいずっと使ってますね。これも多分10本以上使ってると思います。これはね左利きの味方で、ここの先っぽがねめちゃくちゃね柔らかい、しなるんですよ。なのでなんかこう左利きあるあるなんですけど、こういう太く線を引くものがかすれちゃったり斜めっちゃったり、インク引いたところが細くなっちゃったりするんですよ。マーカー引いてる時にどこ引いたかっていうのが見えないんですね、こう自分の手で隠れちゃうから。なんですけどこれだけはマジで上手に引けます。めちゃくちゃおすすめで、なんか反対側にもついてるんだけど、ここ初めて開けたここはね全然使わないです。文系の友達に何使ってるのって聞いたらこれをねおすすめしてもらったんですけど、マジでいいです。ダイソーとかによって売ってる暗記ペンだと裏に染みちゃったりするみたいで、あと乾きが遅かったりするとノートとか手が汚れちゃったりするんですけど、これはねもう何も欠点がありません。本当におすすめ。あ、なんかしなるペン先って書いてあるわ、ここに。しなるんですよ知らなかった。しなります。左利きの人には特に買ってほしい、マジでおすすめです。これはマーカーペンって書いてあるんですけど、ダイソーで5色入り1セットで110円で買えるペンです。これはペン先がやっぱりマイルドライナーとかさっきのこのチェックペンアルファとかよりは硬いんですけど、長い方を使って文字を書くとめちゃくちゃ綺麗に書けるんですよ。多分私と相性がいいだけだと思うんですけど、これはね文字を書くように主に使ってます。線引くのだとちょっと上手に引けないんですけど、これで文字を書くっていうのがいいですね。ドンキのポップとかみたいな文字の書き方だと、このインクの先を全部髪の毛じゃないこのインクの先を紙に全部ペタって書くと、あのマッキーとかみたいに書けるんですけど、そういうのじゃなくてこの一番尖ってるところ、この上のところだけを紙につけていつも文字を書いてます。これはお夫婦っていうところのペンです。以前提供でいただいて皆さんにご紹介したことがあるペンなんですけど、60色入ってるやつの中の2種類です。これはね色とあとこの太さが好きで、提供でもらったことにはそうなんですけど、その後もずっと愛用しているペンで、この2色はねいつも入ってます。まあ普通の蛍光ペンのところと、あとはこの筆で書けるところがあります。まあこれは海外の製品だからと思うんですけど、英語圏の人って筆記体とかをこう筆で書いたりするっていうのが結構多くて、まあそれ用で使うのかなと思うんですけど、私はこの蛍光ペンみたいな先っぽの方だけいつも使ってます。これも文字を書くために使ってますね。なのでダイソーとかと同じ使い方をしてます。次は無印のマーカーペンです。サビアサギ色、ウグイス色、アンズ色ってやつです。これもマジでしなります。左利きの味方でペンがね全体的に柔らかいです。なので普通に線を引く時も、先っぽだけで文字を書こうとする時も太く均一に引けます。まあこれはテスト超直前期に復習するぞっていう時にノートとかに線を引くのにこれをいつも使ってます。まあ、青はね暗記にいいって言われる色だと思うんですけど、これはもう最終段階で使うような色にしてます。でそうじゃない時、まあ、2回目とか3回目復習したりとか、そういう時はこの2色をね使ってます。これはモノから出てるテープのりですね。テープのりっていうか付箋を自分で作ることができるのりです。剥がしてまた貼っても全然つくんですよ。安い付箋だと
と付箋のノリがノートについちゃったりすると思うんですけど、これは全然そんなことないです。めちゃくちゃおすすめです。ちょっと高いんだけど買う価値はあるかなと思います。 USB、 これは本当テスト関係なくて、ちょっとなんで自分でも入ってるかわからないんですけど、これはもうね、大学の生協で焦って買った USB です。これくるって回すとね、出てきますね中身が。私の Mac は USB じゃなくて USB-C なのでちょっと不便なんですけど、まあ、あんまり Mac 使ってる人がいないので、まあ、そういう意味ではこれはね持ってた方が便利ですね。ちょっと汚い付箋のさ、ゴミが入ってたりとか、あと何かわかんないけど方眼紙のね紙切れが入ってたりとか、クリップも多分ねめんどくさくて突っ込んだと思うんですけど、こういうのも入ってたりとか、物の消しゴムなんですけど、テスト初日の時に隣の席の友達が消しゴムを忘れちゃったって言ってて、もうテストの開始時間まで時間がなかったので自分の爪をぶっ刺してこうやってちぎってこっちを友達にあげました。なので私はこの残骸が筆箱に入っています。ガムがねいっぱい入ってます。これはキシリトールの緑のガムで、あの筒でコンビニで120円ぐらいで買えると思うんですけど、あれの中身でパッケージが破れちゃったのでバラバラに入ってます。蛍光ペンのキャップを閉め忘れる悪い癖があって、もうねめっちゃ汚れてるんですよ。ここ赤だし、ここもね黄色いインクがついてて、あとこれは多分ボールペン、中身は実はめっちゃ汚いんですけど、まあ、いかにも綺麗なようにスタイリッシュに見せています。ということで私の筆箱の中身紹介 What's in my ペンケースでした。まあよくコメントで来るんですけど、私とお揃いの文房具にするとモチベになったりするらしいので、まあ自分で言うのもあれなんですけど、まあ、よかったら同じのを買って一緒に勉強頑張れたらなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。